今年4月に開校予定の私立小学校が建設されている豊中市の8,800平方メートルの土地です。評価額は9億5,600万円でしたが、地下に大量のゴミが見つかり、その撤去費用を差し引いた1億3,400万円で、去年国から学校法人に売却されました。小学校の名誉校長には秋江夫人が就任します。 この取引について財務省は適正な価格だったと答弁しています。